A6M2N2 式水上戦闘機飛行するサセブ航空隊の2式水戦2式水上戦闘機とは大日本帝国海軍が第二次世界大戦中に使用した水上戦闘機略して2式水戦とも呼ばれる開発製造は中島飛行機正式番号は A6MN 連合国コードネームはルーフ 日中戦争で95式水上偵察機等の水上観測機が搭載機銃で敵機を撃墜するなどの意外な活躍をしたことから1939年に日本海軍は本格的な水上戦闘機の開発を決定し15四水上戦闘機が試作されることになった。しかし開発が難航したため太平洋戦争海戦による南方進行作戦に 新型水上戦闘機は間に合わないことが明白になってきた。そこで短期間で高性能の水上戦闘機を製作するために、当時高性能が話題となっていた零式、環状戦闘機11型をベースに水上戦闘機化することを臨時に計画し、1941年に中島に対して仮称1号水上戦闘機の試作を命じた。零戦を開発した。 三菱重工業に対して改造を命じなかったのは三菱が冷戦や一式陸上攻撃機などの生産に手一杯だったことと中島の方が小型水蒸気の生産に関して経験豊富だったためであった中島ではこれを受けて社内故障 AS-1 の緊急試作を開始し約11ヶ月後の同年12月8日に試作1号機を初飛行させた 結果、飛行性能自体は良好であった。当初は、改造箇所を極限し、重整備のために関納されてくる11型や21型を改造する予定であった。また、2号環状戦闘機をベースにした、箇所2号水上戦闘機から心臓する、方針であった。これは2009の任務に、心臓の冷戦を回す余裕はなく、また、11型、21型ベースの1号、 水上戦闘機が実用機として長く活用できるとは予想されていなかったためである。ところが水上機として設計されていない冷戦の機体は開口部が多く侵入した海水が機体各所、特にマグネシウム合金部品を腐食、劣化させてしまうことが判明し、既存の冷戦を改造する方針に無理があることが分かった。そこで設計段階から 全面的な対策を施し、水蒸気として、不都合な部分に手を加えた上で、すべての機体を心臓することが決まった。なお、仮称二号水船の開発は32型の審査の遅れを受けて中止されている。1942年7月6日に日式、水蒸戦闘機として、正式採用された。基本的な設計は、冷戦十一型と同じだが、艦蒸機から、 水蒸気への改造に伴い、などを行った。武装、エンジンや周辺装備は冷戦11型のままであった。主フロート内にも燃料タンクを増設している。冷戦に比べて重量が 200kg ほど増えたことと、全面投影面積の増加で上昇力と速度が落ち、航続距離も短くなったが、冷戦の旋回性能などを受け継ぎ、 水上戦闘機としては、申し分ない性能を発揮した。また、栄エンジンの信頼性も高く、稼働率が高かった。フロートは、90式2号水上偵察機以来のタンフロートを採用した。タンフロート式は、総フロート式に比べて、フロートの大きさを小さくすることができ、欧米諸国で試作された、ワイルドキャットやスピットファイヤ メッサーシミット BF-109 の水上戦闘機型が、総フロート式を採用したがために、試作のみで終わっているのとは対照的である。このことから、いかに日本海軍の水上戦闘機への取り組みが本格的であったかがわかるが、これは当初部の飛行場建設能力の不足を補う意味もあった。マーシャル諸島やルート干渉、イミエジ基地で中機する第802海軍航空隊の 西式水泉ショートランド諸島で中期中の西式、水上戦闘機量産された機体は戦線拡大により太平洋各地に展開した海軍航空隊に配備された。特に第452海軍航空隊と第802海軍航空隊の西式水戦はアリューシャン諸島攻略で米軍基地攻撃に活躍し、前者はアッツ島に後者は転進して、 マーシャル諸島に展開して、戦団護衛や基地防空に活躍した。ただ、驚異的に性能が高いとはいえそれは、水上機としての話であり、非水上戦闘機に立ち打ちできるものではなく、米軍の単発戦闘機との正面切っての戦闘は、困難であった。そのため主に爆撃機、偵察機に対しての迎撃に用いられた。もちろん、米戦闘機と矛を交える場合もあり、 アッツ島や港田戦線などで米軍のフラーマン海4回戦闘機や F6 回戦闘機と格闘戦をし、撃墜した記録もある。しかし、米軍機の性能向上や、戦局悪化などで1943年9月には、生産を中止した。しかし、本土防空や海上護衛等の任務で終戦まで活躍し、末期には特攻機として出撃した機体もあった。 総生産機数は327機で少ないようだが、ほとんどの国ではこの機種は量産すらされておらず、大戦時の水上戦闘機としての生産数は世界最多である。飛行場建設が困難な南方の諸島に配備され、活躍した本機ではあるが、熱帯特有の自然現象で墜落した気が立た,た、あったという。また、アリュシャン列島に配備された機体でも、 風雨と波浪により経流中に失われたものがあった。なお、戦後インドシナに再進出したフランス軍が、残されていた一機を捕獲して、国籍マークを書き直し使用していた。採用初期は冷戦と同じ塗色であったが、南方への戦線の拡大に伴って、南方のジャングルの緑に溶け込むために、機体上面が暗緑色、機体仮面が民海白色に塗装した。その後、 1942年1月15日より実施された軍用機味方識別に関する海陸軍中央協定に従い主翼前園に敵味方識別のために機械大色の帯を塗装機体上面と機体側面の日の丸に幅75ミリメートルの白い円をつけるようにしたアリューシャン列島で活躍していた西木水船に関しては霧の中での迷彩効果を狙った 軍正式なものではない機体上面が、富士色、機体下面が濃いグレーの機体があったとする説もある。水上機の練習航空隊であった天草、海軍航空隊の一部の機体ではカウリングを黒く、塗装せず試練改めのように、機体上面すべてを暗緑色に塗った機体があったという。終戦時24機が残存していたが、これらの機体も戦後処分されて、現存機体はない。 主婦ロートが立ち洗い平和資料館に展示されていたが、現在は展示されていない。ミクロネシア連邦、中区州上の島近海で2015年に地元住民により沈んでいる水蒸気が発見され、12月に水中写真家の戸村博之により撮影された。塩書防の丸の鑑定によれば本気であるとされ、主婦ロートの破損を除けば、ほぼ原型を止めている。 なぜこの場所に沈んでいるのかは不明とされる。ありがとうございます。